やっぱりジャニーズはかっこいいのだ。ズンダモン、何を見てるの？ YouTube 見てたら、おすすめでイケメンが出てきたから開いたら、ストーンズのライブ映像で、かっこよくてキラキラして、感動したのだ。さすが日本のトップアイドル事務所ね。メタンも一緒にジャニーズを推すのだ。そうね、私はスノーマンを推そうかしら。わはははは。ジャニーズ事務所なくなるわよ。というわけで、今回は福岡出身のジャニーズを紹介するわね。美男美女が多いと言われる福岡だから期待大なのだ。早速一人目の紹介よ。一人目は大橋和也。1997年8月9日生まれの26歳。身長は167センチメートル。2009年4月3日にジャニーズ事務所に入所。以前にも少し芸能活動をかじってたそうよ。2018年に関西ジャニーズジュニアでなにわ男子が結成、リーダーに抜擢されるわ。あれ、なにわ男子は関西からのデビューじゃなかったっけ？ハッスンは3歳の時福岡から大阪へ引っ越しているわ。それは福岡出身なのだ。現在なにわ男子のリーダーで、メンバーカラーは緑。趣味は食べることで、プリンを毎日食べてるわ。特技はダンスやアクロバット。円周率をいっぱい言えるそうよ。童顔で可愛らしい顔だから絶対人気なのだ。グループ自体が人気なんだけど、その中でも1位2位を争っているそうよ。さて、福岡出身のジャニーズを紹介したけど、いかがだったかしら？いや、一人しか紹介してないのだ。実はジャニーズはほとんどが関東出身で、現役走ってる福岡出身はハッツンしかいなかったの。地方格差に負けずにジャニーズの天下を取ってほしいのだ。本ジャニーズの天下は勝ちゼロよ。公募先で頑張りましょうね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。